はい、さい、巨人人生やっております、タカッチでございます。ということでいきましょう。通常追加、ショート、坂本選手、登場、見ていきたいと思います。はい、ということでですね、先日のアップデートでショートの追加で坂本選手登場いたしました。能力を見ていきつつですね、巨人純正やっておりますので、巨人純正が考える考察なども踏まえてやっていきたいなと思っております。それではよろしくお願いいたします。はい、では早速ね、能力を見ていこうかなと思うんですけども、せっかくなんでシリーズ1とね、比較して能力がどのように変化したのか見ていきたいと思います。ということで、行きましょう。まず弾道から高弾道、ミート77パワー77走力74ということで、ミートがシリーズ1からマイナス1、パワーがプラス2、走力74のミパ同値ということになっております。ミパがね77-77なので、称号でミパ A は不可能になったんですけども、ミート A、 パワー A のどっちかは持っていけるよといった状況になっておりますね。まあ、パワーがね上がったのは良かったんですけどね、ミートが下がっちゃったんで、ちょっともったいなかったかなといったところですね。で、続きまして守備適性、こちら変更あります。ショート71変わらずで、サードの C61 が追加されました。で、守備が積極、捕球61、スローイング58、肩80ということで、サードの適性だけが増えたといった感じですね。まあ、そこをねどう捉えるかというのは、まあ各々のね、メンバーの集まり具合によるかなと思うところなんですけど、まあもちろんないよりはあった方がいいということなんですけど、やっぱり岡本選手がねいるんでね、巨人は。あと長嶋選手ね、持ってる人は長嶋選手もいるでしょう。なんでそう考えると、まあ坂本選手にサードついたとはいえ、やっぱりねショートで守らせる人がほとんどかなと思いますので、なんでまあ今からやり始めたばっかりの人とかね、そういう人ではない限りは、まあサードで守らせることは正直ないのかなと思っております。で、おそらくね、あの通常版の坂本選手、もしかするとですけども、ショートはこれで見納めになる可能性も出てきてますね。やっぱりショートね、門脇選手がもう最後ら辺はずっと出てましたし、まあ岡本選手もねレフトになったりファーストになったりして、サードに坂本選手固定といった感じで出場していたので、もしね阿部監督になりましたけども、来年ね、もしそのままの形で坂本サードという形になったとしたら、来シーズンから早ければシリーズ1からサードのみの適正になる可能性も出てきましたね。なのでもしかするとこれで見納めになる可能性もありますので、持ってない人は最後にぜひねゲットしてほしいなと、そんな感じですね。坂本選手、いやー寂しいね、これで見納めになるのは寂しい。さあどうなるのかといったところですね。はい、で続いて特殊能力ですね。上から超広角パワー比選球眼といったところで、変わったところで言えば第三特のチャンスが選球眼に変わったといったところで、まあね発動条件は良くなったかなと。まあパワーがねショーアップという部分はなくなりましたけども、条件がなくなった分、ミートは上がりやすくなったのかなといったところでございます。で、一応ねこの後のアニバーサリーでプラス1のね能力加算した状況で坂本選手出ることが決定しているので、78-78-75で出てくるので、称号でアニバーサリーに関しては AA をね、ミパ AA を狙える形になりますので、まあ、通常版とのね差はそこになるのかなと思っております。まあ高が1、サレド1だけど見栄えはね全然違くなるので、アニバーサリーゲットしたいよという方は今回はねあんまり嬉しくないというかね、スルーでいいのかなといった感じになりますけども、まあなんといってもショートのね見納め、どうなんでしょうね、寂しいねちょっとね。はい、でちなみに私の使ってる坂本選手はですね、2021シリワンのやつをスピ解放して使ってます。ミパがね同値81の A で、称号でスピリッツを30上げて4140といったところですね。勝利の使者つけてます。で、一応これ使ってる理由としては守備適性かな、81の A に持っていけてるというところで守備範囲の広さを取ったと、特殊で全部上げております。いいよね81、最高だよね、肩も強いしね、守備も積極と。まあ、ただ特殊能力がまあ固め打ちというね絶望的な特殊能力があるんですけど、まあそれを差し引いてもバランスで、トータルのバランスで一応これを使っております。まあ今回ねせっかく坂本選手登場といったところで、まあこの坂本選手ではありますけども使っていこうかなと。大会来てますので、大会で 2-3 試合かな、多くても使ってるところを見せていけたらなと思っております。ではよろしくお願いいたします。
さあ行きましょう、大会でございますね。さあ皆さん大会はやってるでしょうかね。俺全然やってなくてね、まだまだ。これが4試合目ですね。こっからリボを目指してやっていきたいなと思ってます。前回ねちょっとね取れなかったんで、今回は取りたいよ本当に。うん、では今回は坂本選手の動画ということで、ピッチングの方は飛ばしていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ行きましょう、2回裏ですね。1点ビハインド、やべえぞやべえぞ、いきなりやべえぞ。さあホームラン、相手の岡本選手のホームランを打たれてしまいました。さあ坂本選手でいいところ見したいね。今回はリボン行きたいよ。せや、あー、さあツーシームで来るのか、落ちるボールで来る。さあここ勝負だね。ダウン。はい、2試合目やっていきたいと思います。さっきの試合ですね、2対1で負けました。はい、もううんこみたいな試合をしてしまいました。もうこんなんじゃリボン取れませんからね、本当に皆さん気をつけていきましょう。ということで坂本選手までカットしていきたいと思います。さあ坂本選手いきましょう。いや噂投手がね強くてね、なかなか見極められないんですけども、このいやらしいフォークとツーシーム、そして高速シンカー、立ちどもどもよ。非常に、さあ3試合目でございます。さっきの試合ですね負けました。はい、楽しんでいこうね、切り替えていこうよ。まだまだ序盤だからさね、みんな全然イライラしないでさ楽しんでいこうよ。本当にこんなんでイライラしちゃったら持たないから、これから何試合も続くんだからさ、切り替えて楽しんでいこうね。みんなさあ坂本がやってきたぞ、楽しんでいこうよ。はあ、2打席目まだ回ってくるんだね。さあここでいいとこ見せようよ。さすがにね3回目、4回目なんで、うん、これはねいいとこ見せなきゃダメよ。さすがにもうそろそろ打とうか、坂本さんね、お願いいたします。さあ切り替えて楽しくいこう、楽しくいこうよ。もうねここまで来たら楽しむことが一番なんですよね。はいはい、見えてます、この感じね、見えてます、これが大事。うん、よいしょー、やっとですね、これですね。いやーもう見えてきた、うん、やっと2試合目3試合目、今3試合目かなんで、ボールが見えてきました。うん、見えてくるんですね、こうやってねどん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 見えてくるんですね。こっからなんですね私のねプロスピはね、うん、これから、こうやってってどんどん打ってって、リボン目指したいと思います。この阿部さんで打って、じゃあ最後終わりにしましょうか。見えてるんですね。さあ急遽ですけどもう格上来たので収録を回しております。さあ今4連勝ぐらいですかねやっておりまして、ここでまさかの200位台と、そしてリボン大勢持ちというところで、ちょっと楽しい試合になりそうだなというところで、ちょっと坂本選手のね動画とは関係ないんですけどもやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。さあ負け込んでるわけなんですけども、まあまあまあまだ全部よいしょ序盤ですのでね、全然、うん、これからだと思っております。うん、本当にね今だいたい8勝2敗ぐらいかなで、2700位台ぐらいで、来ております。さあお相手相手ちょっとね今なんかよいしょ見ながらやってるといったところですかね。危ねー、超危ねー。さあ気を抜くとね一発バコンと行かれてしまうので気をつけていきたいですね。さあこの試合勝ったら大きいんじゃないのと、オッケーライト取れるんじゃない、オッケー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 、ちょっとボール気味なんだよね。さあこの試合いいんじゃない、勝てたら美味しいんじゃないといったところでやらせてもらっております。さあいいよいいよ、さっき見逃し三振食らったからこれ出ないか、なるほどね。広角なんだよな、ちょっと怖いですけど、ちょっと怖いですけどこれ生かしていただきます。よいしょ、オーケーオーケーオーケーです。次な、さあどうだ、来い、オーケーオーケー、入るんだよねそれ。なんでこっからスライダーと思わせての、おいマジかよ、ちょっと怖いけどね、ちょっと怖いけどこれいかがでしょうか。うい、落ちるんですよね、おし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 、
いい試合いい試合。さあ菅野投手頑張っております。さあ藤浪ね、藤浪ストレートとツーシームの使い分けね、これね、これ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 の使い分けに気をつけていきたい。はい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 、そう来るのね。あーボール球なんだけどな。さあ行きましょう、集中集中。さあボール球から来ると次ストライク欲しくなるかな。はいはい、打てばよかったかな。ちょっと消極的になってるんでリミッターを外していこう。うーん取らない、オッケーオッケーオッケー、ナイス。さあ俺のリミッターも外していくよ。よいしょ、あーくっそ甘かったけどな。よいしょ見えてます、オッケーオッケーオッケー、ナイス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 、いいよいいよ。さあこれをヒット打つことによって相手もね、配球ちょっと変わってくるんだよね、きっと。内角のカットボールとかね、うん、こういったねフォークとか、うん、そういうのが増えてくるかなといったところで狙い撃ちしていきたいと思います。うん、こういったボールが増えていくんだよね。うん、さあ次どうするかだけども、ストレート読みでいきます。よいしょ、さあいいんじゃないの。さあこれはさすがに返ってこれないというところで、さあ藤浪投手どうするか。さあ坂本、本来の動画のね目的である坂本選手が打てば、美味しいところなんですけども、さあいかにといったところで、はい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 、あ外角カットとか来るかな、どうだろう。よいしょ、もう坂本選手で全然打てない。5位いっぱい、よいしょ、どうかな。うーんなるほど、させ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 さしてくださいよ。これはねもう変えます、相手がね相手なだけに。さあさあ削っていく、いいよ。これはまあでも定位置にしとこうか。さあまずはズバッとズドン、 OK です。あーベスピー出ないけどね、うんベスピー出ないね。あーととと、スライダーにしちゃった、どうしようどうしよう。高速スライダーにするつもりだったんだけど、オッケー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 、落合ちゃん、さあいいよいいよいいよ、ベスピオッケー、いいよ来い、オッケーオッケー、ナイス。でこっからたまには逃げていくボールもあるよといったところで、どうだろう、オッケーオッケーオッケー、ナイスですナイスです。さあ削っていく、寝つきいいね、寝つきで削っていくよ。さあよいしょ、うーんなるほどね、これ通じるかな。さあどうだろう、よいしょ、オッケーナイス、ありがとうございます。刺さりました刺さりました。さあ2イニング目、この回勝負よ、よいしょ、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよいいよ、ノーアウト2塁、オッケー、いいよいいよ。さあ相手交換してくるかな、そろそろ。これまだ行く、まだ行く、まだ行くかな。さあまだ行くといいでしょう。よいしょ、あーこれはやっちゃあかん、これはやっちゃあかんかったな。藤川ね、どうしようかな、うーわ削られていく、いやもうこれでいこう、ちょっと迷うんで、あーいってもよかったかな。よいしょ、来い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 、イエスイエス、これね今迷ってたから逆にスプリットでありがとうって感じだったね。いやナイスナイス、イエスイエス、オーイエス。さあ原監督お疲れ様でしたということで、さあ行くよ、火の玉ストレート待ちます、グーン、オッケーでしょう、ナイス、大きいね、相手の心理をしっかり考えていっていいですね、グーンといったところで、ね、よいしょ、4点目でございます。これはでかい、これはでかい。そしてあと1点で気づけば、コールド勝ちといったところで、いよ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 、はあもったいなさすぎるだろバカ野郎が、お前火の玉ストレート待ちすぎでしょう、グーン、あれどうしました、お相手の方200位だよ、これはあかんよ、そんな200位ありがとうございます。